Fire HD6 タブレットで、USB マウス、キーボード。Fire HD6 タブレットに USB 機器を接続するために、USB ホストケーブルを用意してください。USB マイクロ B と、USB メスのケーブル。マイクロ B をタブレットのマイクロ B ポート。USB マウスを接続。接続すると Fire HD6 から軽快な音が鳴り、認識されたことがわかります。通常操作だけでなく、手書きアプリやゲームでも USB マウスが使えました。USB キーボードも問題なく使えました。USB ハブを接続しても音は鳴りませんが、ハブにマウスとキーボードを接続すると音が鳴り、認識されました。マウスとキーボードが同時に動作するので、まるでパソコンのように Fire HD6 タブレットを使えます。